Ladies and gentlemen, welcome to Crystal Studio Live and Talk, World Variety Music Band with Misato, Aya, and Johnny. Please welcome, Go to the River. Thank you.
いいよ。じゃあ次は、ね、ペットの指導を持つ。ペットネージャーネーズ。今日初めましての人もいるかもしれないので、自己紹介を一人ずつしましょうかね。はい。はい。ゴートザリバーのボーカルをやってます、ミサトです。イエーイ。ゴートザリバーのパーカッションとドラムのアイヤです。アイヤー。イエーイ。ゴートザリバーのもじゃもじゃ担当のジョニーで。ジョニーです。パートがもじゃ。パートもじゃもじゃ。そんなパートはもじゃもじゃです。パートはね。ねすごいでしょうね。すごいでしょ。寒いのに。ねえ、さっき雪が降ってた。本当ですか。いや、大吹雪が。あら、本当に？江東区は。え？大吹雪。いや、これ、嘘よ、これ。なんか違うわ。朝からご苦労様。いえ、もう、なんか爽やかでね。ミニアマの声です。なんか、いかにもさ、朝声が出ないグループな感じだけどね。大丈夫です、大丈夫。意外と出ました。意外と出た。意外と出た。意外と朝も合ってる。やってみてくださいね。帽子がマイクにぶつかる。最初ね、本家でね。そうなんですよね。ゲストに来てもらって、はい、で実は本家のオープニングからエンディングまで全部彼らの曲で、そうなんですよ、ね、ありがとうございます。上がってる曲もそう、すごいでしょ、すごいでしょ、あれって毎回思っちゃう、聞いたことある、誰の曲だっけってね、そうそうそう、あなたたち、あ、自分、あ私たちだ、自分の曲か、本当嬉しい、でその時もわがままね、あのいつもの私のわがままいまして、クリスタルのあのテーマ曲というか未来のバトンという曲も彼ら風にアレンジしてもらって、そのうちここでもね、いいですか、いいですか、全然もうアレンジしたまた全然変わってると思う、ね、違うアレンジでじゃあまた変えていきましょうか、また変わってると思う、いやアレンジしたいよ、あれあそうですか、一応だまだ覚えてないからあれを聞かせてくれ、わかりましたね、そう、なんかいつも、ね、曲の作り方が3人で集まって誰かがなんか楽器を鳴らすのか、うん、リズムを言うのか、うん、誰かがスタートするとみんなそれに合わせていって、そうですね、曲ができるから、ね、そうですね、ネタを持ち寄って、ね、であとなんか国柄がいつも違う感じの、あもう曲名ソロもアフリカとか ね、そうインドって曲もありますしね、そうなんです、聞くだけで世界旅行できるようなイメージが湧くよ、まだまだあるね、全然お題くれればできちゃいますよ、そういうチームお題くれるよ、大喜利的に、大喜利大喜利整いました、そんなグループでございますね、どんなグループ、ジャンルというより音楽っていう、そうだね、そう、楽しいチームの音楽になってるのキーワードがあるんだよね、何するにしてもかっこいい、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 もしかしたらだんだん死後になっていくんじゃないかというぐらいね、じゃあもうクールな、クールクールクール、かっこいいのがなんかクールいいっすか、ゴリゴリ的にかっけー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 のが死後かさあライブの告知ありますか、あるんですよそれは、どうぞどうぞ、3月19日に、19日に、はい、渋谷ラママで、ラママですね、はい、私たちも行こうと思っておりますので、うわー、はーい、スケジュールいただきますよね、ぜひ行ってください、ではまた再来週にやってまいります、あ、来月だよね、そうです、来月ね、来月、もう2月そうだ、今日最後だった、終わりですよ、ね、早いです、早い、半年で100曲作るの間に合わないです、いやいや全然間に合ってる、間に合ってる、大丈夫短いですよね。A メロのみとかね。あと75曲ぐらいだ。あ、だいぶ進んでるね。だいぶ進んでる。進んでこないでも何曲かに。あ、本当？あら、じゃあ新曲発表しててくださいよ。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。今日も素晴らしい曲をありがとうございます。また来月の2週目、はい、4週目で登場いたしますので。あ、やった。おー、やった。じゃあ未来のバトンでやりたいですね。あ、やってください。やってください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。こ
吸と姿勢を整えて鍛える息トレで心と体を元気に美しくするリレッスンのお時間です。今日も元気にリフレッシュしていきましょう。で、道枝さん、何ダンス今の登場、主張が激しい、バックダンス笑っちゃいましたよ、オープニングでも。さあ、今日もリフレッシュエクササイズでございます。道枝さん、腰の具合は大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。丸、大きく丸で昭和今日はですね、まあ、寒さがどんどん続いて、まだまだ続いてますので、肩甲骨ですね、しっかりとほぐしていくというのをもう一度やっていこうかなと思います。で、先に注意事項を言っておきますね。息を吸いながら肩を上げて後ろに向かってぐーっと回すんですが、肩をね、どうしても後ろに下げると胸を張りがちなんですね。背中をこう反ってしまうことが多いので、座ってる方は足の付け根から自分のこう脇の下くらいまでをしっかり固定する、うん、立ってる方もぐーっとこう、肩と肩甲骨を後ろに引っ張るんだけれども、胃は前に出ないように、お腹はこう前に出ないようにしながら、あくまでも肩の関節だけを動かすっていうのを、ゆっくりやりますので意識しながらやってみましょう。ではよろしいでしょうか。鼻からゆっくり息を吸いながら肩を上げます。口からゆっくり吐きながら肩甲骨と肩をぐーっと背中の方にぐーっと引っ張って下ろす、地面の方に下ろす、吐いて吐いて、お腹の下の方をぐーっと絞っていきます。もう一度吸いながら肩上げて、ゆっくり吐きながら後ろに下げて地面の方に下ろしていく、首が長くなるイメージを持ちながら下に下に吐いて吐いて、もう一度吸いながら上げて、吐きながら後ろに引っ張って地面の方に向かって下げていきます。下げて下げて、その時下っ腹ぎゅーっと絞りながら息を吐いていってください。ラストもう一回やります。息を大きく吸いながら肩上げて、吐きながら背中の方に肩甲骨をまっすぐ真ん中に寄せるイメージで、そのまま吐きながら地面の方に肩と肩甲骨をぐーっと下げていくイメージ、背中反らないように気をつけて、ゆっくり吐いて吐いて、お腹の中の空気全部吐き切ったらゆっくり力を抜いて大きく吐いて、さあいかがでしたでしょうか。今ね、多分3回くらいしかしてませんけれども、だいぶ体がポカポカ、ね、顔の周り、首の周りが温まってくると思いますのでね、寒い時ほど皆さんゆっくり息を吐きながらストレッチ、体を伸ばしていくということを意識してやってみてください。道枝さん、今日もありがとうございました。イレッスンでした。はい、ワンワン物語。毎週第2月曜の番組ズーランドはハートレスキュー隊を応援しています。考えるだけでなく感じてほしい、そんな思いでスタートしました。新しいワンコの応援隊を作ろうとしていますよ。その一つの活動にキリンさんと一緒にやっているゼロワンプロジェクトという企画がございます。さあ、今週もやってまいりましたワンワン物語。なんか今年はですねちょっとやめて、原稿持ってくの今年はですね、研修についてこのコーナーではね、お勉強していきましょうということで、皆さんがまだね、知らないような研修もね、それでもきっと家庭犬としては楽しく暮らせるんじゃないかなとか、選択肢の一つとしてね、皆さんに情報を持っていただきたいと思いまして、少し研修について今年はお届けをしております。さあ、ずっと要件、外国のね、外国の犬種をご紹介してきたんですが、今日はやっと日本犬をご紹介いたします。柴犬。うわ、柴犬だそんな感じうちの子すごく苦手なの。多いですよね。元家族のご実家で、うん、柴犬ちゃん、あ、そう、うん、かわいいよね。どんな印象ですか、柴犬って。たくましい、うんうんうん、荒い、うん、きつい飼い主しかなんか、うん、慣れない感じ、うんうんうん、番犬にいい。そうですね、うん、まあ、一般的に柴犬ってこういう感じだよって言われてる、もうまさにそういう、ね、うん、イメージですよね。で、日本には日本犬って言って原種の、犬が7種いるんですけれど、7種しかいないの？日本犬ね、ちゃんと認定されてるものが。で、北海道犬、うん、ね、秋田犬、あ、そうですね、秋田犬、
秋田犬。あとは土佐犬。土佐犬、そうですね。合ってんの？合ってます。あとは柴犬。柴犬、そうですね。あとはあと2つなんだろう。いやいや、あと3つね。あと貝。貝犬。貝犬。そして紀州。あ、紀州犬、ね、紀州犬、真っ白の子多いですよね。あともう一個、あと四国、アイヌ犬。あ、惜しい。アイヌ犬、アイヌ犬。四国ね。あ、はい、で、このまあ7種を日本犬の原種と言って、7つしかいないんだ。まあ、基本は認定されてるものですね。そのあの種として保存しましょうって言って、いろいろな、ね、団体もあったりとかする。なんかチンとかパグとかさ、なんかみんなもうなんか日本のものな感じがしちゃうけど、うん、違うんだね。お顔つきがね、なんかこう、ね、あの親近感湧きますもんね。そう、で、まあ、キリさん言ってくださったように柴犬っていうのはまあ、いろいろ諸説あるんですけれどもね、個体差もありますしね、よくワンオーナータイプって言って、飼い主さん以外の人にまあ慣れにくいとか、飼い主さん以外の人は好きじゃないとか、そういう性格の子も多いです。で、厳密に言うとその柴犬自身も、お顔つきが全然違うでしょ。あ、いろんな子いる。あのね、キツネ顔って言われてる子たちと、あとタヌキ顔、いるんですよ。で、その一口に一括りに柴犬って言ってしまうと、とてもとてもあまりこう、なんていうのかな、説明ができないぐらい。あと大きさもなんか、豆柴とかさ、ものすごくちっちゃい子もいるよね。ものすごく広いんですよ、柴犬って、この間ね、牙でね、白と黒と茶色の子の柴犬を連れてる人がいて、あ、そう、かわいかった。へえ、珍しいですね。毛色もね、結構バラバラ。体格もそうだしね。でもなんか元気っていうイメージある。そうですね、健康な感じがする。陽気で、まあ、結構おなんていうのかな、おおらかで、人懐っこくて物覚えが良くて、ね、すごくこう凛としてる感じっていうイメージあると思うんですけれども、これやっぱりね、もともとずっと外で暮らしてた犬だから、日本のね、野山で、外の犬小屋が似合うことでした。もともと歴史自体も縄文時代からね、人と共生してるって言われている犬種なので、まあ、やっぱりお外が似合いますよね。海外に結構いるんだよね、柴犬ファンが。すごいいいこと言った。それね、私今から言おうと思ってごめんなさい。いいんですよ。柴犬ってね、ヨーロッパとか、すごい人気なんですよ。で、ああいうね、外国の方が柴犬連れてらっしゃる、こんなんだよね、よく映像なんかでも最近見ますけれどね、やっぱりすごくフレンドリーで、誰とでも仲良くなれるワンちゃんっていうのもすごく愛らしくて可愛いんだけれど、やっぱり自分だけを好きでいてくれたりとか、自分だけに慣れてくれてるっていう、なんかそれに対するまたちょっと思いがね、喜びっていうのがね、やっぱり養犬にはない魅力がどうも柴にはあるらしいと、いいことを言われてますね。で、私も柴犬すごくたくさん自分のレッスンにもね、来てくれたりとか、いろんなところで会ってるんだけど、やっぱりね、きつい子もいるんですよ。やっぱりそういうちょっとほら難しいからね、好きに、自分、飼い主さんだけを好きになってくれればいいんだけど、飼い主さんも好きになれない子もいるから、そりゃそうですよ。だってそのぐらい自分があるってことですから。そうか、だから好きになってもらえる飼い主さんになる努力も必要だと思うし、大変、簡単ではないと思いますよ。ね、だからその使用管理っていう意味ではちょっとやっぱり上級テクニックが必要な犬種でもあります、はい、と私は皆さんに飼い主さんたちにお伝えしてるんですね、はい、なので、まあ、芝居に迎えたらぜひパピーパーティー、そしてしつけ教室、保育園、幼稚園なんかにもね、行っていただきたいなというふうに思いますよね。でもうちにも芝のミックスいますけど、2頭ね、デール君もそうだし。そうなの？そうです。デールが入ってるの？貝とね、柴と、なんかあと日本系のミックスって言われていて、かなえちゃんに関しては、秋田犬と貝と柴でしょ？すごいミックスでね。すごいミックスだね。ミックスだね。まあちょっとたまたまそうミックスになっちゃったんだけど、まあいるんでね、やっぱよくわかりますけどね。すごーく良さも知ってるし、大変さも知ってる。だからそういう芝の飼育歴が長い先輩にね、いろんな話を聞いてみるとか、そういうこともいいと思うね。よくさ、年によって流行りのワンコちゃんっているじゃない、なんか街にそんなのばっかり
増えるとかさ、いますね、ハスキーばっかりになった時とかさ、トイプーちゃんだらけになったりとか、うんうんうん、でも柴犬って安定してるよね多分ね、あのいろんな、ほら、いろんなタイプがいるから、うん、あれこれも柴犬だったのっていうのもあると思うんですよ、雑種だと思ってたけど柴だったとかね、うん、あると思いますよ。豆柴の黒かわいいんだけどねえ、よくさ、唐草模様の風呂敷かぶってテレビ出てたりもしますから ね, ね, ねえ、ちっちゃい頃はでも3ヶ月ですよ、半年したらもう大人のサイズですからね確かに、はい、永遠に固有じゃありませんので、ね、ぜひ皆さんお勉強していただいて、日本犬は本当に私も素晴らしいと思うんだけど、そういう難しさもあるから、ね、ぜひ迎える時には、はい、7種類ってのにしてびっくりしたかな。あ、そうですか、うん、またじゃあその7種も後で、ね、おいおいご紹介もしてまいりたいと思います。はい、ワンワン物語でした。ゼロワンプロジェクトニュース、本日お届けするのは何といっても明日、明日第4土曜日ですね、明日だ。そうでございます、楽しみにしておりました。ハイドロセラピードッグプールのプリンスふかちゃんをお迎えしてのとうとうプリンスになってる。もうね、本人が昨日も私お会いしたんですけどなんでってもうプリンスやめてって言われて、でも会ったらわかります。もうね、やっぱりあのその道の本当にプリンスにこれからもなってほしいと思うし ね、そんな思いも込めてあえて呼ばせていただきます。ドッグプールのプリンスふかちゃんをお迎えをして、エクササイズをお勉強したいと思います。で、うちの子はほら怪我してないよとか元気だよとかってよくおっしゃる方いらっしゃるんですけど、永遠にその状態が続くことがやっぱりいいわけじゃないですか。で、維持するための、ね、トレーニングっていうのも実は必要なんですよ。で、毎回言うけど、やったかやらなかったかで1年後、3年後、5年後が必ず違いますからね。なのでぜひやっぱり知っていただいてね、体験していただいて。今ね、うん、みっちなとこのデイ君がさ、はい、歩けなくなってさ、でも水の中ではさ、うわーって動かすんだもんね。すごいでしょ。すごいよね。私今日も朝早々ブログを書いたんですけれどもね、なんか知っていたからさ、うんうんうん、ね、そういうことを知ってる人に出会えたので、私はやっぱりしてあげられることが増えたわけ、そこで。だよね、うん、で知らなければ助けてあげられないこともあると思うんですよね。だからよくキリンさんがおっしゃってるように、やっぱり知ることから始めるっていうのはすごく大事。だからみんなが、まあ、知ってることももちろんもう一回、ね、見直してみたりっていうことも必要だし、皆さんが知らないまだ経験してないような情報っていうのも渋谷のサロンではたくさん発信をしていきますのでね、うん。で、今回はワンちゃん連れじゃないんですけれど、うん、皆さんが飼ってらっしゃるワンちゃんのカウンセリングも、うんうん、シートも書いていただいて、その子に合ったプログラムというのを特別にふかちゃんからプレゼントをさせていただきますので、ぜひ生活の一つとして健康寿命を伸ばすというね、ことを目標にしていただいて取り入れていただきたいと思ってます。実はうちのね、ワンコもね、体験でね行かせてもらって、はい、うちも全然基本的な体の衰えはなかったんだけど、知るのが面白かったよ。うちのはなんか体幹バランスがとても良くて、ふかーってただ浮いててね、あのね、ああいう犬は初めて見たって言ってたよね。言ってたね。水の中に入ると大体震える、まあ暴れる、怖いから、うん、そういう子が多いですよ。ただ浮いてたよね。なんかね、ただ浮いてんですよね。で、呼吸が乱れることもなく、脈が上がることもなく、ただ浮いてるっていうね。さすがとね、キリン家の犬だねっていう、結局ね、なんださすがオオカミのお家の犬だねっていうことで終わっちゃったんですけど、でも面白かったよ、うん、本当に体験したものとしては、最初になんか歩かせたりね、うん、棒を飛び越えさせてるのをずっとね、見ててね、うん、あれ見て分かりましたか、何が違うかって。あ、分かったよ、うん、歩行の癖とか、うん、やっぱり足の進み方とかってね、あんなのから見てくれるんだもんね。そうなんですよ。だから一回見てもらっとくといいよ、うん、もし衰えた時に差がちゃんとチェックしといてくれるからね。で、筋肉のバランスが違うだけで、うん、例えば今ちょっと違和感がある方をかばって歩いてるなとか、うん、そういうことも分かるんですよね。それが大きな病気になる前、怪我になる前に未然に言わないから、ワンコ我慢するから。そうなんですよ。いかに観察が大事かっていうことをね、とうとうとまたお伝えをしていきたいと思いますけれども ね、明日またお席もう少しありますので ね、はい、1時から3時、渋谷の開運おもてなしサロンでお待ちしておりますので、皆さんぜひ足を運んでください。みっちなのフェイスブック、ブログもぜひチェックしてくださいね。さあ、では
ここでもう一度クリスタル情報局パート2ということで、おかみから今度はオーディション情報を、はい、はい、お願いします。本当に夏1年間の中の3回ね、うん、月を決めてるんだけど、やっぱ皆さん忙しかったりするので、どうしてもその決められた日に行かれないっていうお声をたくさん聞いたので、はい、では分かりました、3月いっぱいやりますって皆さんね、オーディションって言うと私なんかとか、オーディションって怖いとかって思うよね、やっぱりね。思いますよ、だって日頃の生活の中に絶対ないものなんでそっか、どんな感じかしらって思いますよね。私は芸能界にいたらオーディションばっかりだったので、ああ、うん、そういう方とは多分違うと思いますね。オーディションって別にダメって言われるんじゃなくて、そのイメージに合うか合わないかじゃない、普段は芸能界のオーディションなんかは、うん、別になんか周りの人はがっかりとかっていうのはあったけど、私はあ、イメージが合わないんだなっていうだけで次とかって感じでクリスタルではね、全然私例えば 30% ぐらいなんですけどとかって、 40% ぐらいなんですけどっていらっしゃる方は大歓迎です。むしろ80とか90ですっていらっしゃる方はお一人で頑張って大丈夫だと思いますっていやそうだよね、そう、全然十分ですよって。でただし絶対的な条件があって 30% で全然構わないです。その代わりここでやるときには 30% の 100% でやってください。そうすると次の 40% にすぐ行くので、それだけが絶対条件ですね。でオーディションといってもギャザリアにあるパン屋さんでみんなでお茶を飲んでパンを食べながらお話しします。何を見るかって言ったら、パンを食べるときにどんな大きいお口を開くのかなとかクリームがついちゃったときどういう対処するのかなって、気づくのかなとか、そういうところがチェックポイントですね。まさかのチェックポイントですよねすんごいちゃんとさ上手に言って答えできたと思ってんのにさそこをどう崩すかってところしか考えないんだよね。フォークとナイフとか持った方がいいですか。あ、そうですかオーダーとか言ってほしいだって自分がさ誰かを興味持ったりするときって、きちんとしてる人なんか素敵だったりとかさ、うん、面白いとかって追いかける、うん、じゃなくて上手に出たかじゃないもん、ね、じゃないでしょ、うん、どんな人なんだろうなってやっぱり興味があるから、そう、その人を知りたいとか、うん、うわ意外なところとかっていうので引き込まれていくじゃない、うん、ね、本質を見たいですもんね。そうそれで例えば一つの お花のね先生だとしてもさ、全国だったり、まあ、例えば言葉だけどいっぱいいるわけじゃない。 その中でこの人に習いたいって思うところをどんどんここでね、出していってもらえば絶対的な存在になるでしょ。そのためのだから何が聞きたいかって言ったら、本当にここでやってみたいっていう、やりたいかやりたくないか、うん、できるできないはさっきもちょっと一人ねやってみたらって言ったら、だってできないってできなくて当たり前と思うね、うん、何ができると思ってるんだって思うよねできないから一緒にやりましょうって言ってるので、それが許される場所なんですよね、うん、クリスタルってね。スタートした時やっぱりできないってことが不安だったりとかあります。最初はね、うん、ありましたね。新しいことやらされるとね、できるかなって思ってました、うん、むしろできないまんまでいいと思ってるのね私は、うん、できないことをここで体験してって、できない自分が分かるとできるようになった自分も分かるじゃない。できなくてもフォローするものは ねいるから、むしろそこでできない自分を経験してできるようになっていってほしいと思うね、うんうん、で安心した頃に次のできないことを投げるどんどん来るんですこれ一番思ってんの3つだよね。これできるようになったと思ったら、でも次のステージにいるんですよ、うん、そう結構はしご外されたからね、ほんとここみたいなそれがすごい油断してる時にね、多分見てるんだよ、だから、ね、見てるし聞いてるしね、必要なタイミング、必要なところですよここでみたいなところでね外されるんだよ、そこが一番効くんだよね、クッて。そうでしょうねゆっくりだ、ボディブローでボーンじゃなくてグーッだいぶいパワーないからさ、ゆっくり押し続ける。そうで
身に染みる。レッスンほら、レッスンだってほら、なんかゆっくりじっくり、今今日もさ、肩をさ、ぐーっと下に下げてっていう感じよね。そうだね、ゆっくり押し込まれていく。そうですよね。でもそんな場所が一箇所あって、そこで経験してできなかったことができるようになるっていうのは、実はものすごく大きな自信として体の芯に入るよね。うん、でできるできないことができるようになるっていうのも一つそうだし、そのまんまで認められる場所、あの許される場所があるっていうのも大きな、ね、安心としてお外に行けるのね。そうですね。そうで、分かるからね、それが、その立ち振る舞いとかも自分でちゃんと考えてできるようになるからね。そうそうそう。あともう一つ、前にも言ったけど、クリスタルはあの多くの人にね、こういうことを経験してもらおうと思って、まあ、メディアだったりね、あのクリエイティブなことのハードルをこうグッとラインを下げて、どうぞってお迎えしてきたんだけど、あのこの下げたハードルを元に戻そうと思ってるの今ね。それはあのいろんなことを皆さんが理解してくれたり伝わるようになったので、あのやっぱりメディアから配信するってことだったり、メディアの人として存在するっていうことをここからは伝えていきたいなと思って。うーん、これは不思議とね、よくほら新人のさ、アイドルさんとかが芸能界に出てきて、あの最初はちょっとまあ、どんくさかったりさ、ぽっちゃりしてたりさしてても、人に見られることで洗練されていくじゃない。不思議よね。あれはやっぱり 見られるという意識のもとにやっぱり存在していくことで変わっていくのね。意識がやっぱり、まあクリスタルはほらおしゃれしてとかって言うから、みんなおしゃれするようになってきて気遣うようになるじゃない。そうね。できなかったんじゃなくて気にかけてなかっただけで、気にするようになれば、間違うことがあったとしても、あ、これじゃないんだなってことを経験しながらできるようになっていくじゃない。前の自分の見たらびっくりするでしょ。そうね。ちょっと本当出していきませんよね。もうなんかどっかで削除しちゃうかなけど。でもこれがね、やっぱり身につくまでっていうところがやっぱりあってね、それは人それぞれの、あの違いが、時間のかかり方の違いがあるんだけど、ね、ちゃんと身についてからだったら、まあ、例えば全く離れてもいいんだけど、場を離れるとね、あの身についてない場合はね、また戻っちゃうんだよね。それね、わかる。それなんかここだけじゃなくて、いろんなところでそういうことはありますよね。自分のものにまだなってない。そうそうそう。だからちゃんと自分のものにして一個ね、乗っていろいろ活動していってくれたらなと思って、ある意味背中をポンと押すようにね、してるんだけど。だから安心して一緒にパン食べるだけなので。そういうことなんだね。ただクリームついた時は気をつけろ。チェックしてるからね。ハンカチに絞って。素晴らしいインフォメーションだと思います。また熱すぎたのをね、飲んだ時の。そうそうそう。リアクションを見てるんですか。リアクション。リアクションオーディションですから。それ入情報なんで、ちょっとホームページ追加しておきます。リアクション練習してくるように。だから安心して。そう、そしてメンバーの人たちはね、あの自分も誰かにバトンをもらったので、自分の周りの人に渡してあげたら、あのその人にとってまた新しいものが広がっていくの で、 そうです、ね、選ばないはその人が選んでいくので、あの渡すことは、例えばデシコちゃんからの周りの人にはデシコちゃんからしか行かないのでね、ぜひぜひ渡してあげてください。はい。はい、クリスタル情報局でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。体の気持ち、幸せの種はみんなの分あるって知ってましたか。苦手なことやうまくいかないことには頻度やチャンスがいっぱいあるって知ってるかな。体の SOS は心の SOS、 どちらからでもアクセスができるんですよ。さあこれね、リアルに昨日私が自分で体験したことなんだけど、はい、まあ、楽屋裏のことという話してたんですよね。昨日行った場所というのは、まあ、私の苦手分野とするところの結構エキスパートの人た
ちが集まっていました。そこでちょっと呼ばれまして、あ、最初から出てきたものがで、あのパネルで出てきたものは英語だわ、なんだか方程式のようなものが出てきてなんだろうと思いながら、でも参加したのでね、ずっと聞きながら、あの速読みたいにどん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 入れてったの、ただとかね。 でもだんだん聞いてるうちに、あ、あのこととつながったとか、このこととつながったとかってなっていって、だから、まあ、たまたま自分で探してってたどり着いたものではないんだけど、ご縁あってね、あの行くことになったことってあるじゃない、いろいろね、みんなも生活の中でさ、その時に、あ、ダメダメって思っちゃわないで、なんだかこうよくね、あのニュートラルがいいよねって言うんだけど、あんまり決めないで、私に合うだ合わないだじゃなくて、とりあえずそこに存在しといて入れてみる、で分からなくても置いておく、っていうようなことをしていくと、今すぐ分からなくても後から、あ、もしかしたらあの時の話ってこういうことだったのかなっていうふうに思うこともあるし、そんな風にしたらきっとキャッチできるものも今よりは増えるんじゃないかなっていうのを一つ思ったのと、あとほら、私はさっきのオープニングのね、肩書きの話じゃないけど、会社だったり世の中のすごいことだったりすごい人だったりとかっていう理解があまりできてないのできっとみんながすごいって言ってるからすごいだろうなと思うんだけどその時の顔とか見てみたいですね。どんな顔して見てんだろうなって、ね、でその人を見るから、オーディションじゃないけど、なんか面白い喋り方するだったりとか、これはすごく得意なこととして喋るんだなとかね、このこと苦手なんだなとかっていうの、そういうのを受け取っていくから面白くてしょうがないのよ。偉ければ偉いほど周りの人はなんかふってなる、なんか肩が上がるというかするんだけど、私はなんか前のめりになっていくそれでそれでってねえねえねえって話しかけたくなっちゃうのね。ある方がね、あるものがちょっと可愛いのしてたので、それすごくいいって可愛いって言ったらね、すごく嬉しくなっちゃって、前の写真を、自分の撮った写真を見せようとするんだけど探せないのね。で諦めないのよ、ずっと探してくれてるからそれインスタグラムやったらいいよって言って明日からやっちゃいとかって言ったんですか。言ったの。そうかなって言うから絶対ですよって教えてあげたんだ。教えてあげたの。大変だわ。進めたの。もしかしたらやるかもしれない。そうですか。とんでもないね本当に。でも向こうからすると、やっぱり金さんのようなアプローチをしてくれる人ってそんなにいないはずですよ。もうだからさ、それはポジションがあるから嬉しそうだったもの。そうですよね、私も喋ってて楽しかったし、いい刺激になったんじゃないですか。だからもったいないよね、男だから女だからとか、肩書きだとか、偉いとか偉くないとかで、なんか LINE が何本も何本も引かれちゃったらね、偶然あったんだからイエーイって。なんか外人の人ってほら、なんかニコッとかしたりさ、はーいとかってやるじゃない、私ああいうのなんか体の芯にあるんだよね、全然デシコみたいにベラベラ喋れないんだけど、フィーリングだけはすぐ慣れするから、すごく喋れる人みたいに思われる。で早いと分かんないから分かんないって言うと向こうもそっかそっかって言いながら、じゃあゆっくり話すねみたいな。だって私の友人というか、まあ、知人でね、お世話になってる方で、キリさんのことをいまだに外国の方だって思ってる方がいらっしゃいますからね。本当ねだろって言って、あ、そうそうって言ってます。あ説明がめんどくさいから、キリン星っていうの腰から来ましたって。そう、なんかだからコミュニケーションの仕方ってさ、いやまあ、そういうのセミナーしてる人もいるしさ、いろいろあるけど、まずなんかいろんなルールをさやめちゃえばいいなと思うね、そういう場があっていいと思う私ね、会社っていうかほら
よくあるじゃない、ブレイコーでとかって言ってさ、いつもブレイコーでもいいんじゃないと思うまあいろいろ支障が出るとこもあるんでしょきっと、まあ、あの敬語とかもすごく大事なこともあるけどさ、敬語にすることで距離が空くこともあるからさ、うん、あの敬語じゃなくても心がちゃんとしてればいいんじゃないかなと思う。まあキリンさんはね、私そのキリン道を貫いてほしいと思います。みんなだってあ、できる範囲でやってる、やってる私たちも、うん、でも超えてしまうとちょっとやばくないっていうこともあるから私たちってあ、そう、まだその域なんですよ、まだそのキリンさんのところまでたどり着けてないの私は行くだけ行っちゃっていいの、俺絶対行っちゃう全然行きゴーで、ちょ、あの危ない時はロングリードでツンツンってやりますあ、リードついてるの私、もちろんですよ、うわ知らなかったの、知らない、うん、時々ごめんなさいとか言いますよ私後ろマジか、なんせキリンさんなんでっつってね、あそこまで行くと楽だよね、そうですよ、クリスタル、クリスタルスタイルなんで、そう、あ、キリンなのでそう、うん、まだそこにはね私たちちょっともうちょっとね頑張らないといかれないですよね。じゃあそれに近いあのあれだよ、肩書きあげるよ、オープニングで頼まれたじゃん頼んでない、頼んでたな頑張るよまあ言ったなねえ、そうですね、でもほら、いやだってさ、みんな自由に喋って自由な感じになるともう面白いもんね、人って。そうですね、思うな、思いますよ、思います、分かっちゃいます。だからさ、みっちりの今日の奥様的なコーナー作っちゃう、やめ、あ、受けた、ほらみんな期待してんじゃないの、やめてって、もうだからさ、ダメですって。なんでもうほら、なんでダメか教えて、ダメだよ別になんでダメか教えてよ。いや私、あ、いや、あそこほら、どうしても秘密にしときたい本当はことだからさ、そうなの、なんであんな日の目浴びてんだろうと思ってます。いや、面白いからよ。いや、面白がられて嬉しいかな、みんな。え、でもね、私最近分かってきたの、それ、うん、昔はね、すごく面白がられて悲しかったの、うん、なんでみんな、ちゃんとした人だったからね。そうなの、そうなのでも最近、美味しいって思った気がする。そうあるのよね、そうよ。でもなんか全部それだとちょっとなんか大丈夫かなって気もしますけど、だって半分以上そんな感じなのに、だからなってきちゃったからねなってきちゃったのよねえ、うん、もう少しだよ、だから気にしたところもね、カモーン、そうですよね、300歳でちょっとね、351以上にならないとな、そうだね、そう、もうちょっと頑張ります。本当、みんなもぜひそんな気にそんな世界にクリスタルワールドにね来ていただきたい、カモーン、まずはオーディションからあのわざとクリームつけた時は分かるからね、それはそれでチェックポイントだからね、あいつらあざとい。ホームページからお問い合わせからねお申し込みができますので、ぜひ絶賛の受付中でございます。はい、ではシンクロメッセージいきたいと思います。はい、シンクロメッセージ、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、知っておけば対処もできる、慌てず騒がずに楽しむのが一番、すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、勝ち風水のエレメントグループ分けでお届けいたします。まずは火のグループから、情熱の星座ですね、お羊座、獅子座、射手座。はい、火のグループはですね、ちょっとイメージとして風と火って感じでね、あの火がさ、風の弱さ強さによってボーッと燃えたり、あ、ね、揺らすでしょ、はいはい、なんかそのイメージをちょっと置いといてもらって、情報の扱い方に気をつけるって感じかな。なるほどですね、はい、わかりました、はい、では続きまして地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座、そうですね、来週だよね、来週ですね、すごくみっちのこう支えてくれるような人たちに囲まれますが、うん、その中でっていうようなことをなんかやらかしたり言ったりとかする人が現れるかふーピンときてるでしょ、はい、ふーわかりました、はい、はい、では続きまして風のグループです。伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座、はーい、いっぱい、はい、ね、やだな、来週、来週か、来週、今度の日曜日からね、ね、ちょっと大変かも覚悟してよざっくりすぎ
大丈夫かな、できるかなって思うかも。でも頑張るしかないので頑張ろう。そんな週最後水だってさ、だってさ、ちょっと報告するけど、うん、私来週のこの時間いないんです、うん、だからみんな頑張って。全くもうちょっと海外の方に行くので、ね、行ってらっしゃい。だからみんな大変なので、お留守番組頑張ってね。はい、最後いきますよ。水のグループ感情の星座カニ座サソリ座魚座。あ、このグループはですね、まあ、仲良く一緒の思いでことが進めますね、うん、あ、いいね、うん、いい感じです。水はいいね。水の人を呼んで助けてもらったら。そうだね、いい人と一緒にいましょう。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。はい、さあクリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。さあ今日はどんな曲が流れるのでしょうか。ねえ、やっぱりあのラジオから音楽が聞こえてくるとなんか嬉しいよね。もう大好きです。幸せな気持ちになるよ ね。さあ泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。また来週お会いしましょう。そうなんです、来週お休みなさい。番組で言うシェリーボンヨン、みちなさんマーボリーバー、シーハイだからさ、一緒でしょ。